送りしてきました津田みなみのラジオモモキュン騒動、今夜の冒険もおしまいの時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからアニメやラジオの感想、ふつおた、そして各コーナー宛てのメッセージをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で momo@obc1314.com、 momo@obc1314.com です。ということで第4回目の放送いかがでしたでしょうか。いやー、熱きバトルが繰り広げられましたね。熱かった。でもありがとう作文すごい良かったです。本当ですか。うん、最後のうがちょっとなんかね、なぜかうっそぴょーんっていう言葉が思いついて、あ、一番これはでしょ、それ。そう、それを言ったら多分桃が消え去ると思って、あ、でもすごい、こらえたんですね。こらえた、あのギャグに走りたいこの気持ちをこらえた。危なかった、危なかった、危なかった。でもちゃんと感謝が伝わったようで、ね、私たちね最初から関わってる組としては本当に真面目な話、本当に嬉しいよ ね、 ね、 ね、アニメになってね。本当ですよ、なかなかね、あのさてね、ポンとアニメをやるっていうその力もすごいですよね、うん、やっぱラスボス団子さんに愛があるからこそできたことなんだなって。私たちも本当に負けないようにね、愛を注ぎ込んで注がないとと思いましたね。頑張ろうと思います。ということでね、三上さんには来週もお付き合いいただきたいと、はい、よろしくお願いします。お願いします。そして第 6回目7回目のゲストがもうすでに決定しておりまして、串灘役下田麻美さんです。麻子さん、はい、またもや展開から来てしまうということで、またねいろんなバトルが繰り広げられるのかもしれないです。麻子さんは全部かっさらっていきますよ。いやもう超頑張りますよ。頑張って津田ちゃん。それでは今週はねこの辺でお別れです。お相手はテレビアニメモモキュン騒動鬼姫役の津田みなみと、そしてゲストの天女隊リンゴ役の三上しおりでした。バイバーイ。